フライパンにごま油をひいて白ネギを香りが出るまで弱めの中火で炒めていきます。白ネギの香りが出たら次に豚こまを炒めます。豚こまに火が通ったら水を入れます。沸かしている間に酒と白だしを入れます。沸いたらアクを取ります。アクを取ったら火を弱火にして海苔を手でちぎって入れます。塩で味の調整をします。絹ごし豆腐を切り分けて入れて1分ほど煮込みます。しっかりと豆腐の芯まで煮込まなくても昼までにスープジャー内の保温調理で温かくなります。すべてをスープジャーに移したら上からごま油、胡椒、刻みネギをかけて完成です。海苔の香りとあっさりとしてるけど旨味のある味付けが美味しい一品、ぜひお試しください。